オールダム軍はアメリカが州国テキサス州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は2052人であり、2000年の2185人から6.1%減少した。軍庁所在地はベガ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。オールダム軍は1876年に設立され、1880年に組織化された。 軍名は、テキサス州の開拓者で、アメリカ連合国上院議員を務めたウィリアムソン、シンプソンオールダムにちなんで名付けられた。軍の組織ができた時、軍域のほぼ全部が、サイト牧場の中に入っていた。軍庁所在地は当時パンハンドル地域では、最大級の町だった、タスコサの町に置かれた。しかし、軍内を鉄道が通ったが、タスコサは通らなかった。鉄道の線路沿いに、 いくつかの町や農場が出現した。タスコサの町は、軍庁舎がありながら、1915年の住人は、ほとんど、ゼロとなり、この年に、軍庁はベガに移された。1880年代後半、テキサス州の測量士かつ土木技師の WD イッチェルが、タスコサに住んだが、その後はマリロ市に移転した。オールダム群は主に牧場と農場であり、 主要作物である小麦銀が広く植え付けられた。現在はいくつかの石油油性があり、またウィンドファームもある。1902年、マタドール牧場が、オールダム郡内にある広さ21万エーカーのアラモシタス牧場を取得した。その最盛期には9万頭の牛を飼い、州内4つの郡に、広さ87万9000エーカーズの牧場を所有していた。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1501平方マイルであり、このうち陸地1.500平方マイル、水域は1平方マイルで、水域率は0.05%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。